アイテム番号 SCP-426JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-426JP1 は現在オブジェクト収容ロッカーに15本が収容されています。未回収の SCP-426JP1 確保のため不良商品の回収としてフロント企業がリコールを行い回収します。新たに発見された SCP-426JP1 は必要量以外は無力化処理をしてから破棄されます。 SCP-426JP2 群は北極圏の氷床下の外部からの観測が困難な位置に存在していると考えられます。新たな SCP-426JP2 が発見された場合、 SCP-426JP2 内に水を注入して空洞部を満たし、内部への物体の転移を防いでください。発見された SCP-426JP-A は確保し、インタビューの後にプロトコル 426JP を実行します。このプロトコルにより得られた人物は、記憶処理後の経過観察に問題がなければ解放してください。説明、SCP-426JP は2つの構成要素からなるオブジェクトです。SCP-426JP-1 は異常性を持つ聖火用リキュールです。マーメイズスイートマジック。と印刷された紙製ラベルの貼られた、内容量 125ml のガラス製容器に封入されています。ラベルの印字はすべて英語で、原材料としてラム酒、サクランボ、桃、編集済み、純粋な恋心が記載されています。SCP-426JP-1 は1900年に製造が終了した。社製の同名の製菓用リキュールに外観、原材料などが酷似していますが、その製造日はいずれも1970年代以降のものになっています。SCP-426JP-2 は北極圏の氷床の内部に形成された。複数の人型の空洞です。1。SCP-426JP-2 は氷床内のランダムな場所に不定期に形成されます。SCP-426JP の異常性は、人が SCP-426JP-1 を摂取した後に発生します。なお、異常性の発生は性別、年齢を問いません。SCP-426JP を摂取した人、以下、対象、とする。は睡眠中のランダムなタイミングで SCP-426JP-2 の一つに転移します2。その後対象は空気と同様の成分で構成された気体を含む、弱い粘性のある液体に即時に置換されます3。この液体は SCP-426JP-2 の内壁をすべて覆うように広がり、十数分後には SCP-426JP-2 と同様の形をとった、中が空洞の人型存在、SCP-426JP-A となります。なお、SCP-426JP-A の外見はすべて同一であり、20代で青眼金髪のコーカソイド女性のように見えます。SCP-426JP-A は完成すると転移前の場所へ再び眠った状態で転移します。起床後の SCP-426JP-A は対象の記憶を有していますが、同時に自身はマーシー・マーリンという女性であり、1900年に生じた客船事故ですでに死亡しているという認識を有しています。多くの場合起床直後の SCP-426JP-A は混乱を示しますが4。最終的にいずれの個体も他者との性交渉を試みます。SCP-426JP-A は他者との性行為を行った場合、就寝後に再び SCP-426JP-2 へと転移します。この後、個体形成時と同様の過程を経て SCP-426JP-A から SCP-426JP を摂取する前の対象と同様の個体が形成されます後、対象は転移前の箇所に再び睡眠状態で転移します。対象は SCP-426JP-A となっていた際の記憶を不鮮明ながら有していますが、それ以外の異常性は存在しません。以下の記録は SCP-426JP-A に行われたインタビューの一部です。
対象 SCP-426JT-A3 以下 A3 とする。元は D-36552 男性インタビュアーブライアン博士以下博士とする。録音開始。博士、それではインタビューを開始します。 A3 よろしくお願いします。博士、それではまず自己紹介してください。A3、A6、今は D-36552。いや、マーシー・マーリン、博士、自分が誰かわからないですか？ A3、なんというか、自分は、だという自覚はあるんですけど、マーシーだった、という記憶も持ち合わせていて。博士、ではまず、としての経歴を簡単に述べてください。A3、はい。D-36552 の出身地、性別、年齢、現在までの経歴などが示される。重要性がないため割愛。経歴は以上です。他に話すべきことってありますか？博士、いいえ、十分です。ありがとうございます。それでは次に、マーシーとしての経歴などを教えてください。A3、わかりました。名前はマーシー・マーリン。女性、誕生日は4月日。年齢なんですけど、22歳の誕生日に、父と母と妹、それに恋人と乗った船が事故で沈没してます。その時に私、マーシー・マーリンは死にました。博士、すでに死んでいるという自覚があるのですか？ A3、はい。ですが、死んでからの記憶も覚えています。博士、それは SCP-426JT-1 を摂取した人がマーシーの容姿と記憶を得た時のものですか？ A3、春巡の後に回答する。そうです。博士、わかりました。では次に、その沈没事故の時のあなたの詳細と、できればあなたがそのようになった経緯を述べてください。A3、はい。事故が起きたのは1900年の時です。事故自体の詳しいことはわかりませんが、私は家族と恋人と共にその船に乗っていました。博士、あなたは自分の家族と共に一緒にいたんですか？ A3、事故が起こる前までは、私は恋人と同じ部屋、妹と父と母が同じ客室内で就寝してました。事故の衝撃で目が覚めた私は、慌てて恋人と二人で父たちの部屋に向かい合流しました。その後廊下に出ると、船員が、緊急事態だから脱出するように、というので、みんなで救命ボートのある場所で向かおうとしたんです。博士、向かおうとしたということは、できなかったのですか？ A3、全員で向かうことができなかったんです。博士、はぐれたということですね。A3、はい。たくさんの乗客が一気にパニックになってしまったので、船内はどこもかしこも救急ボートに向かう人たちで溢れ返っていて、以降、事故の詳細な記録が述べられる。重要性は低いため割愛。A3、私たちはなるだけ離れないようにと手を繋いでいたんですけど、それでもダメでした。5人チリジリになったんです。私ははぐれた皆を探したんですけど、その間に救命ボートがなくなってしまったらしくて。博士、それであなたは逃げ遅れて沈没に巻き込まれ、死んでしまったと。事故に関しての記憶は以上ですか？ A3、はい。博士、ありがとうございます。よければあなたがその次に目覚めた記憶を聞きたいのですが。A3、いいですよ。あの時のことははっきり覚えています。目が覚めたら私は生まれ待ちの宿の一室にいました。慌てて外に出たのですが、その時、私の中に違う人の記憶があること、宿の周りの風景が一変していたことに気がついたんです。気が動転してたみたいで、その時らかの目の前に移動した間の記憶はないんですけど、なんとか帰宅しました。家がまだあそこにあの時のままあったのが奇跡でしたね。博士、家には誰かいましたか？ A3、私の妹ナナが、歳をとって顔も髪もすっかり変わってしまったんですけど、訪問した私を見るなり膝から崩れ落ちて泣き出して、ひたすらに謝罪の言葉を連呼していました。博士、謝罪というのは、
自分が生き残ってしまっていたことへの A さん、はじめは私もそう思ったんですけど、それだけじゃなかったんです。博士と、言うと A さん、あの事故で生き残った家族は、救命ボートに乗れた妹と母、そして他の船に救助された私の恋人だったそうです。母は父と私を失ったことで気を病んで亡くなり、私の恋人も心を壊して、廃人のようになってしまったと聞きました。妹は彼をつきっきりで励ましたそうです。十数年かけ彼はほとんど元の精神状態に戻りました。そこまでは良かったのですが。博士、何か不都合なことが、A、さん、正気を取り戻した彼は、私の妹に恋をしてしまったんです。十数年もの間、献身的に尽くしてくれたんですから。まあ、そうなるのもわかるんですけど、彼は妹と愛し合い、妹と結婚し、死ぬまで妹とあの家でずっと仲睦まじく暮らしていたそうです。博士、あなたが再びこの世に現れた時、彼はすでに亡くなっていたということですか？ A、さん、ゆっくりとうなずく動作。そして私、その話を聞いた時、運命に憤りと失望を感じたんです。せっかく死んだ私がこうして現世に再び戻れたのは、きっと神様がチャンスをくれたからだと思っていたのに、結局、彼の心は離れてしまって、愛し合うことは永遠にできなくなってしまいましたから。博士、なるほど、ありがとうございます。最後にお伺いしたいのですが、なぜあなたは出現後に誰かとの性行為を行おうと試みるのですか？ A、さん、妹の話を聞いた後、私は怒りに任せて街に飛び出しました。そこでたまたま私を誘ってきた男性と、息づりで、その、セックスしたんです。自暴自棄で、一通り終わって眠った後、目が覚めたら街の外れのお屋敷の一室にいて、以前とは違う人の、多分そこのご子息の記憶を持っていました。その時は屋敷の主に無理やり襲われて、そしてまた違う場所、違う人の記憶を持って目覚めました。そんなことを何度か繰り返していたうちに、セックスは私を一時的に死者に返すための条件なんじゃないかって思い始めたんです。当てずっぽうな推測なんですけどね。A、さん、先生、できればこれ以上私をこの世に蘇らせないでください。私はただ彼と互いに愛し合いたかっただけだったんです。博士、善処しますよ。ありがとうございました。これにてインタビューを終了します。録音終了。補足 SCP-426JP。A の述べた客船事故は実際に存在し、乗客の中にマーシー・マーリン等の名前が存在することも確認された。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。